はい、檜原街道、旧道ですね。これいつ頃まで使えたか分かんないですけど、相当前ですよ。こうやってね、昔はここに、止めるためのねバーがありましたけども、糊がついても相当使われてないことが伺いますね。もう20年ぐらいは放置されてんじゃないですかね。しかしここ2車線本当かよ。ちょっと狭くねえかこれ。トラック来たらやべえぞこれねえ。ちょ、こういうねカーブとかね膨らんでますけどね。でまあこういっ、平成7年って書いてある。これ希少だよね。ですけどね、これはまあ橋で昭和38年ということで、平成7年だから平成10年頃までは使われてたのかな。まあでもどの道も20年はもう放置されてますからね。まあこんな感じですわ。ね、でこう橋渡ると、でまあそこにもねありますね。こっちって言ったらこれ落石かなんかで多分ダメになっちゃったんでしょうね。でこっち行くとねこんな感じになってるんですよね。もう木も倒れてるしね、ちょっとね行けないんで引き返します。で車でちょっとここ走ってみます。当時をね思わせる感じで釣ってって当時このスカイラインいないですけどね、うん、ちょっと一回外します。よいしょ、よっこらしょと、この子か、よし、この浜でしょ、きついよね。この坂でしょ。オッケー、よし。あ、平成9年だもん。この橋が。だから、平成9年か8年までは使えてたってことだ。平成9年ぐらいまでは使えてたんだよ、多分。